なぜ殺した？ガイシャと何があったんだ？いつから隠れてた？なぜ逃げなかったんだ？何か言ったらどうなんだ？ったくやめだ。アンドロイドを尋問するなんてどう考えても時間の無駄だ。痛みつけてみりゃいいだろう。どうせ人間じゃないんだ。アンドロイドは痛みを感じない。ダメージは受けますが口を割りはしないでしょう。それに変異体はストレスの多い状況で自己破壊する傾向がある。ああそうですか。じゃあどうしろってんだ。私が尋問してみます。どうにでもなれだ。ほらお前の好きにしろ。あいつ一体何やってんだ。彼を知っているね。カルロス・オーティス。刺し傷は28箇所もある。これは血で壁に書かれていた文字だ。君のプログラムは不安定な状態だ。そのせいで人間の感情でいう恐怖を感じたんだ。傷つけるつもりはない。何が起きたのか知るためにいくつか質問したいだけだ。力になりたいんだ。なあ僕を信じてくれ。君をここから助け出したいんだよ。なあ僕は味方だ。助けてあげたいんだよ。
でも話してくれなきゃ助けられないだろう。僕はどうなってしまうんだ。僕は処分されるんだろう。いや、彼らは知りたいだけなんだ。虐待されていたことも知ってる。君のせいじゃない。どうして彼らに教えた？なぜほっといてくれなかったんだ？どのみち君は見つかっていたさ。僕が先だっただけだ。彼らが先だったらその場で射殺されていただろう。死にたくない。なら話してくれ。それはできない。僕にも気持ちはわかるよ。君は怒りと苛立ちで混乱したんだろう。誰も君を責めたりしないさ。きっと怖いんだろう。戸惑ってる。事件のせいで動揺しているんだ。でも話せば楽になるんだよ。自白すれば僕が君を守る。誰にも君を傷つけさせたりしないよ。塞がりだ。諦めます。クリス、連れてけ。ほら、行くぞ。ほっといてくれ。触るな。おい、何？落ち着け。手こずらせるな。お前のためなんだぞ。いやだ。触らない。冗談きついぜ。